今回は中央本線の竜王駅です。竜王駅は貨物取り扱いが残っている駅で、石油貨物列車とコンテナ貨物列車の発着があります。ドアが閉まります。ご注意ください。竜王駅には2面3線の旅客設備に加え、貨物列車が使うコンテナホームや石油製品の取り下ろし設備があります。石油製品は横浜市にある根岸駅の引き込み線から発送され、竜王駅まで届けられています。竜王駅発送のコンテナ貨物は川崎市にある梶ヶ谷貨物ターミナル経由で各地へ届けられています。竜王駅での入れ替え作業は本線の横断や本線での一旦停止も発生します。中央本線の営業列車が通る合間を縫って貨物列車の入れ替え作業が行われています。
電車が参ります。
展示ブロックまでお下がりください。まもなく3番線に電車が参ります。黄色い展示ブロックまでお下がりください。
です。まもなく2番線貨物列車が到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。まもなく2番線貨物列車が到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。普通列車甲府行きですが、先行いたします特急列車小布施駅手前で鹿と衝撃した影響で現在約30分遅れで走行しております。本土の中央線上り方面に参ります普通列車甲府行き、先行いたします特急列車が長野県内走行中に鹿と衝撃し安全確認を行っておりました。この影響を受けまして普通甲府行き現在30分遅れで信濃境、小布施田間を走行中です。ご利用のお客様、列車の到着、3番線ホームでお待ちください。
Thank you.
Thank you.